僕はもうあれですよ、あの本当にあの鬼滅がねすごい人気で、いろんな人から関君も鬼滅の刃出てるねみたいなこと言われてましたけど、ぶっちゃけそのまだあんまり出てる実感がずっとなくて同じ同じね、うん、で今回この柱稽古編になってアフレコに行った時に初めてあの花江くんたちと一緒になってアフレコしてる姿を見て、あ、炭治郎がいるとか、あ、善逸やんみたいな思った、そう、猪之助だみたいなので、やっと鬼滅の刃に参加してる感が、はい、実感できまして、なんか今は胸を張って鬼滅の刃に出てるよってやっと言えるなっていう、はい、そんな感じです。いや、ありがとうございます。はい、あのアフレコ現場で関さんに、うん、あのみつりちゃんだけふざけてないって言われて覚えてますね言われてました。そうそうそう、あのそれでなんかこう、あ、よしって思いましたやっぱそのあのどんな緊張した場面でも彼女らしいところが出るのがみつりちゃんだなと思うので、はい、でもあの気持ちすごいわかるんですよね、うん、なんか説明するときになんかあの すんごいのよとかやばくてみたいな、なんかうわーとか言っちゃいません？まあ普段の花澤様でもちょっとそういう感じあるもんね。あ、そうなんですよ、どうにかしたいんですよそうですね、あのなので気持ちわかるよって思いながらやってました。